欲しそう。と、思わず二度見するのが、80年代の国民的ドラマ、太陽に吠えろのラガー刑事役の、渡辺徹さんの姿。今のぽっちゃりキャラが嘘のようです。当時、約束という大ヒット曲も歌って、アイドル顔負けの人気でした。そんな爽やかなイメージとは対照的に、渡辺さんを検索すると、余命とか離婚とか、ネガティブなキーワードが多数ヒットします。どういうことなのか気になって、早速調べてみることに。本名も渡辺徹さん。1961年5月12日生まれの現在60歳。栃木県小山市生まれの茨城県古河市で育ち。身長180センチ、血液型は A 型。学歴は茨城県立古河第三高等学校卒業。サッカー大好き少年で、成績もトップクラス。小学校から高校までずっと生徒会長で、将来は弁護士になるつもりだったそうです。では、何がきっかけで俳優になったのかというと、高校生の時、ボランティアで参加した芝居で、人を感動させる俳優に興味が湧いて、1980年の高校卒業後に、狭き門の文学座の演劇研究所に見事合格。そしてわずか1年後、太陽に吠えろのオーディションを受けると、これまた、見事に合格する運の良さで、新人のラガー刑事役に抜擢されます。が、しかし、子供の頃から肥満体型だった渡辺さん。元は、83キロもあった体重を、なんとか半年で69キロに絞ることに成功し、ご覧の通りの精悍な姿になったのですが、それも半年維持するのが精一杯。ハードな撮影も手伝って、普通に1日6食に1日6本のコーラをガブ飲み、カルピスも現役で飲むほどで、ファンからの差し入れももちろん完食。絵に描いたような暴飲暴食でしたから。もちろん、再び体重は急上昇。1985年、太陽に吠えろ卒業時には、ついに、130キロを超えて、全くの別人と見間違うほどになった上に、急性糖尿病で、病院に搬送までされる始末。普通ならこれで終わりですが、渡辺さんは、その体型のままで活躍します。その豪快な性格と軽快なトークで、バラエティ番組の司会やタレントでも大活躍。和田アキ子さんや上沼恵美子さん、山田邦子さんなど、つわもののメイン司会者を上手に生かすトークができるタレントとして、引っ張りだこになります。俳優としても、その体型を生かして、1998年 NHK 大河ドラマ徳川慶喜で、西郷隆盛を貫禄たっぷりに演じて、高い評価を受けています。そんな体型の変化をものともしない渡辺さん。プライベートはどうだったかというと、1987年に当時トップアイドルで2歳年上の榊原郁恵さんと結婚されています。ここでも渡辺さんは持ち前の強運を発揮。もともと熱烈な榊原郁恵フリークの渡辺さん。約束のヒットでザ・トップ10で出会い、2年後の1984年と1985年のドラマ、風の中のあいつ、気になるあいつの共演がきっかけで、交際に発展して結婚に至ったそうです。風の中のあいつでのラストシーンは、渡辺さんが転勤するのですが、榊原さんがその後を追うかのように、行き先不明の飛行機に乗るシーンでしたが、その答えは現実となって、渡辺さんと榊原さんは結ばれるという奇跡。二人の結婚披露宴の平均視聴率は、なんと 40.1% もあったそうです。頑張らないわけがない渡辺さんの。この時の体重はマックスの130キロ。このまま放っておけばどうなったか。結婚後は、榊原さんが食事の管理をして、ついには、家庭菜園までして野菜を取らせて、大幅なダイエットに何度も成功しますが、すぐにリバウンドして元通りに。おかしいと思った榊原さんが問いただすと、
実は、もともと野菜嫌いの渡辺さん。ダイエットがストレスになって、その反動で奥さんの目が届かない地方のロケに行ったとき、ここぞとばかり、パスタ3種類を一度に頼んで平らげたり、まんじゅう10個を一度に口に放り込んだかと思えば、生粋のマヨラーの渡辺さん。カツ丼にマヨネーズを大量にかけて食べたり、これで健康でいられるわけがありません。30歳の時の急性糖尿病から始まって、2012年には心筋梗塞でカテーテル手術を受けて、無事に退院はされるのですが、翌年には糖尿病から急性膵炎を患い緊急入院。2016年にはついに慢性腎不全を発症し、現在も週3回の人工透析を受けている渡辺さん。2021年にも大動脈弁狭窄症の手術を受けていて、さすがのカロリー大魔王も観念して、今では1日のカロリーを守っているそうです。しかし、なぜ余命宣告の噂があるのでしょうか。さらに調べてみると、どうやら噂の原因は人工透析でした。あくまでもネットでの情報ですが、人工透析の治療を開始すると生涯続けることになって、継続年数で生存率も変わってくるのだとか。渡辺さんの場合は腎移植までではないので、一番重いステージ5ではなくステージ4かもしれません。ちなみに人工透析を導入して1年の生存率は 87.7%、 5年では 60.3%、 10年では 36.2%、 15年では 22.7% という厳しいデータがあります。渡辺さんは現在7年目で、食事療法や運動療法で改善傾向ですから、一概にそうとは言い切れませんが、気の抜けない状態なのは変わりないそうです。そんな渡辺さんの健康管理をしてきたのが、妻である榊原郁恵さんと、今は亡き渡辺さんのお母さんだったのです。ですが、そんな一番の応援団である二人を、あるとんでもない悪癖によってたびたび裏切ってきたんだとか。その癖とは、いわゆる浮気女癖だったのです。その浮気の理由がまさに逆切れ者で、体重やら何やら管理されてストレスが溜まったからだそうで、榊原さんも呆れ果てて見捨てようとしたそうです。ですが、そこで踏みとどまったのは、その度渡辺さんの母親が謝っていたからというのもありますし、何より榊原さんが早くにご両親を亡くされていて、お互いが実の母と娘のような関係だったということが大きかったと言われています。しかし、その義母も2015年に旅立ったことで、ある週刊誌が書き立てたのが、渡辺さんと榊原さんの離婚説だったそうです。三浦友和さんと山口百恵さん夫妻と並んで、芸能界でも屈指のおしどり夫婦と言われる二人。しかし、渡辺さんの肥満と浮気という負のスパイラルに耐えてきた榊原さんはすごいですね。渡辺さんも感謝してもしきれないはずです。もうやめましょうね。さて、渡辺家には二人の息子さんがいます。1989年生まれの長男の渡辺裕太さん、1996年生まれの次男の渡辺拓也さん。裕太さんはすでに芸能界デビューを果たし、バラエティ番組を中心に活躍していますが、タレント、俳優として勉強中というところでしょうか。拓也さんはアメリカに留学もして、今は一般人らしいですがイケメンだそうです。文学座や石原軍団の中で鍛えられた渡辺さんを父に持っていることから、先輩からも可愛がられて、どの世界でも生きていけそうですね。最近の渡辺さんですが、週3回12時間も人工透析に費やしていることや、ここ1、2年はコロナ禍ということもあって、激しい動きなども制限されるため、負担の少ないラジオやナレーションなど声だけの仕事が多いようです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？
おしどり夫婦では決してない。そう断言する渡辺徹さん。ちなみに結婚して初めての喧嘩が、ウィンナーの色だったそうで。ウィンナーといえば赤という渡辺さん。赤じゃない高級ウィンナーが出てきたとき、もう家を出ていくってなったのが、最初だったんだそうです。やっぱり仲いいんですね。もう、いい夫婦です。まったく、これからも応援しています。それではまた、次回お会いしましょう。